ミルウォーキー・ブルワーズ、ミルウォーキー・ブルワーズ、略称、ミルはメジャーリーグ・ベースボール以下 MLB ・ ML ナショナル・リーグ中築所属のプロ野球チームである。本拠地はウィスコンシン州ミルウォーキーにあるミラーパーク。ブルワー、ブルワー,ーとは醸造者という意味であり、地元ミルウォーキーがビール醸造が盛んなことにちなむ。ルーの現地発音に近いのはルーのため、 ブルーワーズと呼称されるともあるほか、日本ではブルーワーズと表記されることも多い。チームを表すクルーとの意語を踏んでブルークルーというニックネームがある。限定ユニフォームではブルーワーズをスペイン語で表したセルバセローズやポーランド語で表した PRG のロゴを使用する。2000年より使用されているチームキャップにはミルウォーキーの頭文字 M の下に ビールの主原料である大麦が描かれている。現在はマーク・アタナシオがオーナーを務める。1997年まではアメリカンリーグに所属していたが、1998年の球団拡張に伴う地区再編によりナショナルリーグへ移籍した。また、アメリカンリーグ時代は1971年までは西地区で、1972年からは、 ワシントン・セネタースのテキサス州アーリントンへの本拠地移転に伴い東地区へ移動し、1994年の3地区制導入後は中地区に移動した。1998年のナショナルリーグ移籍後も、そのまま中地区所属であった。2001年に開場した現本拠地のミラーパークは、地元創業のビール会社であるミラー社が命名権を持つ世界4番目の開閉式。 屋根付き球場でホームランが出ると、ガイアスタンドに設置された滑りから登場するマスコット、バーニー・ブルワーや着ぐるみが競争を行う、ソーセージレースなどのユニークなイベントが行われる。ブルワーズの愛称は古くから用いられており、マイナーリーグでも同名のチームが19世紀からいくつも存在した。ブルワーズを名乗ったメジャーリーグの球団は1884年の ユニオンアソシエーションに初めて登場し、1891年のアメリカアソシエーションにも同じ名前の球団が登場した。この2つの球団はもともとマイナーリーグで活動していたのだが、当時メジャーリーグで活動していた別球団がシーズン中に破綻し、その残り日程の消化のために急遽参画したという歴史を持ち、メジャー球団としての活動は短命であった。 MLB でフルシーズンを戦うミルウォーキーブルワーズが登場したのは1901年のことだが、この球団もすぐに移転し、翌年にはセントルイスブラウンズとなった。この球団は1954年にボルチモアに再移転、1950年代の移転ブームの先駆けとなったして、ボルチモアオリオールズとなり、現在に至る。 1953年には、ボストン・ブレイブスがミルウォーキーへ移転するも、ブルワーズは名乗らず、ブレイブスのままであり、この球団も1965年限りで、アトランタへ再移転した。現在のチームは、エクスパンション、球団拡張によって1969年に創設された、シアトル・パイロッツが前身である。パイロッツは、シアトルで1年だけ活動したが早くも、 財政的に行き詰まり、これを、後の MLB コミッショナー、バドセリングが買収して、ミルウォーキーに移転させ、ミルウォーキーブルワーズに改称、ブレーブスも使用していた、カウンティスタジアムを本拠地休場した。なお、アイロッツを失った、シアトル側は移転が不当であるとして、MLB 機構を告訴。これに対し MLB 機構は1977年の球団拡張で、シアトルに、 球団シアトルマリナーズを設置するという条件を示し、告訴は取り下げられた。ミルウォーキー移転直後は、シアトルパイロッツ時代と同じく、アメリカンリーグ西地区に所属していたが、1972年からは、ワシントンセネタースが、テキサス州アーリントンへ移転したことに伴い、そのテキサスレンジャーズと入れ替わりに、アメリカンリーグ東地区へ移動した。 1970年代は優勝とは縁のない弱小球団だったが、ロビン・ヨーンとポール・モリター、セシル・クーパー、ゴーマン・トーマスらが対等するなど徐々にチーム力が向上。1978年に初めて勝率を5割に乗せる。50日間に及ぶストライキの影響で、全校規制となった1981年に後期優勝を果たすが、 地区シリーズで前期優勝のニューヨークヤンキースに敗れた。翌1982年には、両、リーグトップのチーム本塁打216本の強力打線を武器に、95勝67敗で、初の地区優勝。リーグチャンピオンシップシリーズでは、西地区優勝のカリフォルニアエンゼルスと対戦し、2連敗と追い込まれたが、その後3連勝で下し、初のリーグ制覇を成し遂げた。 ワールドシリーズではチーム本塁打67本で両リーグ最下位のセントルイスカージナルスと対戦し3勝4敗で惜しくも敗れた。1983年には球団史上初めて観客動員数が200万人の大台を突破した。1985年には江夏豊が メジャー入りを目指し、スプリングトレーニングに参加するも、キャンプ終盤に調子を落としたことと36歳という年齢がネックとなり、メジャー入りは果たせず、江夏は現役を引退した。1987年は、MLB 大記録となる、開幕13連勝と最高のスタートを切るものの、5月3日から19日に、かけて12連敗を期している。月日には、 不安にエベスが球団史上初となるノーヒットノーラン達成。またモリターが戦後アメリカンリーグ最長となる39試合連続安打を記録した。91勝71敗で地区3位に終わり、地区優勝を逃した。1992年はトロントブルージーズと4ゲーム差の地区2位につけるが、それ以降は5年連続で勝率が5割を下回り、低迷が続く。 1994年には3地区制導入に伴い、アメリカンリーグ中地区に移動し、1997年、翌年から、球団拡張によって、タンパベイデビルレイズ、現、タンパベイレイズとアリゾナダイヤモンドバックスの2球団が、加わるため、地区再編が検討された。両リーグとも25球団ずつになると、常に、試合のないチームが発生してしまうため、 どちらかのリーグを14球団に、もう一方を16球団にすることとなった。話し合いの結果、アメリカンリーグを14球団に、ナショナルリーグを16球団にすることが決定した。そして、デビルレイズは、アメリカンリーグ東地区に、ダイヤモンドバックスは、ナショナルリーグ西地区に所属することになり、デトロイトタイガースが、アメリカンリーグ東地区から中地区へ移動した。よって、 ナショナルリーグへ移動するのはアメリカンリーグ中畜所属球団のいずれかとなった。第1候補はカンザスシティロイヤルズで第2候補はブルワーズかミネソタツインズだったカゴホワイトソックスクリーブランドインディアンスは候補として上がっていたかどうかは不明。1997年のワールドシリーズ終了後にもロイヤルズがナショナルリーグへ移動する見通しあったがロイヤルズが突如 アメリカンリーグ残留を表明したため、ブルワーズが移動することとなった。結果的には、ミルウォーキー出身で、元ブルワーズのオーナーでもあった MLB コミッショナーのセリングの移行に沿う形となった。シカゴ近郊で、そのマイナーチームもあったことから、シカゴ株の人気が根強いミルウォーキーの関係者も、この際ナショナルリーグに移籍し、カブスと同地区で頻繁に対戦することで、 観客動員の増加を期待していたと考えられる。また、当時競合チームだったインディアンスと他元を分かつことで、ポストシーズン進出を狙いやすくする、DH 制のないナショナルリーグということで、年俸総額を削減できる狙いもあった。前世紀のハンクアーロに要するブレーブスが、短期間ながら、ミルウォーキーを本拠としていたため、ミルウォーキーといえば、ナショナルリーグのイメージが強かったというのもある。 移動後も低迷は続くが、カウンティスタジアムの老朽化のため建設された天然芝で開閉式屋根付きの新本拠地ミラーパークが2001年にオープン。それに伴いチームロゴユニフォームも一新された。当初は2000年の開場予定であったが、建設中の事故により会場が1年遅れるというアクシデントも起こった。新旧場報化で、 観客動員は大幅に増加するがチームは一向に不上の兆しがなく2000年のシドニーオリンピック野球決勝でキューバを完封したベンシーツ、大砲リッチーセクソンなど若手の台頭はあったものの2002年に球団ワースト記録となる106敗を期して地区再開に転落2004年まで3年連続再開及び12年連続負け越しとなった2005年 セリグオーナーから約2億ドルでマークアタナシオが、球団を買収。チームは13年ぶりに勝率を5割に乗せ、プリンスフィルダー、リッキー・ウィークス、JJ ・ハーリー、コーリー・ハートといった選手が頭角を表してきた。しかし2006年は故障者の続出もあって再び、負け越しでシーズンを終えた。2007年は前半戦まで首位を独走したが、終盤に失速、カブスに、 地区優勝をさらわれ、ポストシーズン進出もならなかった。しかし、フィルダーがシーズン50本塁打で、史上最年少、当時23歳の本塁打を獲得、ライアン・ブラウンが新人王に輝くなど、若手選手が台頭したシーズンとなった。2008年は、前年のサイヤング賞当初 CC、サバシアをシーズン中にトレードで獲得。その大車輪の活躍もあって、カブスに次ぐ、 地区2位となり、ワイルドカードを獲得したが、ディビジョンシリーズでフィラデルフィアフィリーズに1勝3敗で敗退した。観客動員数は306万8458人で、球団史上初めて300万人を超えた。2011年はザック、グレインキー、ショーン・マーカムを若手有望株、計5人を放出するトレードで獲得。 安定した試合運びで開幕から勝ち星を伸ばし、29年ぶり、ナショナルリーグ移籍後初となる、地区優勝を果たした。アリゾナダイヤモンドバックスとのディビジョンシリーズは、最終戦の延長10回までも連れ込むも、サヨナラで制するが、リーグチャンピオンシップシリーズでは1982年のワールドシリーズでも顔を合わせたカージナルスに2勝4敗で、敗退。MLB 史上初の、 両リーグからのワールドシリーズ進出は逃した。アメリカンリーグはレンジャーズが優勝したため、ブルワーズが勝てばこちらも、史上初のエクスパンションチーム同士によるワールドシリーズになるところだった。観客動員数は307万1373人で、球団記録を更新した。シーズンオフには、 ポスティングシステムを行使してのメジャー挑戦を表明した東京ヤクルトスワローズの青木戦親との交渉権を250万ドルで獲得した。2012年は主砲のライアン・ブラウンが本塁打大並びに2年連続のトリプルスリーを達成したことや、青木の活躍などもあり、チーム本塁打数がナリーグ1位であったほか、盗塁数もナリーグ最多攻撃面は申し分ない活躍を見せたが、 中継人が目を覆いたくなるような惨状で、そのまま逆転負けを喫する試合が多かった。終盤にはワイルドカード争いをするまでに追い上げたものの、畜産位となり、プレイオフ進出を逃した。2001年に設立され、19人が表彰されている。2014年に設立され、現在58人が殿堂入りを果たしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。